マダラオジャズとかにも出てるんですけど、あ、大丈夫？すごい。いろいろ嵐を呼ぶ男みたいな感じですね。マダラオジャズで弾いていただいただけでも私たちの演奏も出てきますし、中野ジャズストリートっていうのも出てきます。検索していただくと嬉しいです。あとは、ジャパンジャズでも出てきます。ローマ字ですね。はい。ヒューマンジャズでも出てきますので。あと、野方のウィズってとこでやるんですが、ウィズは WIZ なんですが、で、ダンサーと今結構一緒にやってます。で、ウィズダンサー。これでも動画が出てきますので、ぜひいろいろ見て、冷やかして、まあ、ほとんどドキュメンタリーみたいなものなので、きちんと編集してるものも、まあ、中にはありますが、PV とは違うので、みたいな感じで見ていただければと思っております。この中でですね、ウィズダンサーの企画を今日やるという、すごい無茶苦茶な話ですけれど、遠く、足立区のお花畑じゃなくて、竹塚から、来てくれました、ダンサーが出てくると思います。紹介しようかな。素晴らしいダンサー、あれだね、雨に歌えばって感じだよね、これをね、絶対に歴史に残る、マミー高橋。そうですね、あ、カメラも抜けてきました、ありがとうございます。それでは、あ、インターネット中継とかあるのかな、感じですけど、それでは、お送りしたいと思います。マダラオの高原での歌ときました「What the Wonderful World」、この素晴らしい世界、なんかすごいな、お送りしたいと思います。I think to myself, what
not a wonderful world. Da 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 That'll be a thing, that'll be a thing. But I think it's the time, la la dee.舞台でやったね。わあすげえな。これで雨にもう一人ぐらいいなくていいか別に。ありがとう。すでに若者を育てるというのを最近のテーマにしております。まあ、僕らは早めに死んでしまうので、なるべく若い人たちがですね、いろんなものを受け継いで、こういう生のパフォーマンスっていうんでしょうかね、現場を体験するっていうことが、すごく次の文化の、なんか礎になると思います。また縁が、この絆がつながっていくと思うので、リングがね、シングリングになっている部分が、戦後の場時にね、こう、すごい音楽とか歌ったりして、心に歌を、違ったかな、唇に歌おうかな、やってきたと思うんですが、どうも最近はちょっとないような、気もしています。もちろん売り出しっていう形でやってる人はいっぱいいらっしゃると思うんですが、そうではなくてですね、心の絆を使うとか、まあ、いい音楽で本当に、元気を出してもらうとか、それがこれからまた復活することを願っております。それでは、サマータイム、ね、冬なのに、あ、じゃあ秋なのにサマータイムですけど、すみれちゃんが歌ってくれます。中島すみれ川田楽器なんて言ってた、風門、風の門、波紋か、ごめん。まさみさんがやってくれます。はい、よろしくお願いします。